どうも、レウンゲーム TV です。今回は、住人のアミーボを使った検証企画。動物の森には、帽子をかぶった住民がたくさんいますが、実は一部の住民は、帽子を脱がして中を見ることができます。そこで今回は、様々な帽子系住民で検証してみました。まずは、ニット帽をかぶっているジョッキー。彼の帽子は取れるのか？取れた。顎と頭で同じ模様になってたのか？では、サントスの帽子は？取れた。では、マモルくんのかぶっている水泳キャップっぽいものは？取れなかった。では、ジャンがかぶっているものは？取れた。そういう髪型になってたのか。では、同じくネズミ住民のチョロ吉は？こっちは外れなかった。基準が謎すぎる。では、ホッケーのヘルメットは？取れた。こんなにツルツルだったのか。ということは、勝利のヘルメットも。なぜか、メガネだけ取れた。マジで基準がわからない。では、ももちがかぶっているものは？これも外れなかった。では、サンリオ住民のフィーカがつけている、この謎のコーヒーカップは？さすがに取れた。では、同じくサンリオ住民の、マーティーくんのベレー帽は？取れた。かわいい。では、金閣が頭につけている金属のものは？取れなかった。ということは、銀閣の方も。案の定、取れなかった。では、ノルマンが頭にかぶっている、かぶとっぽいものは？取れそうに見えて、まさかの取れなかった。ちなみに、ここにさらにかぶとをかぶると。かぶとの上にかぶとをかぶるという、意味のわからないことに。では、フリルが頭頂部につけているこれは？取れた。ということは、天心のこれも。やっぱり取れた。ちなみに、1号から4号のヘルメットは？全員取れませんでした。念のため、覆面っぽい住民でも検証してみましたが。こちらも全員、取れることはなく。あらゆる被り物住民で試してみた結果、取れるものもいれば、取れないものもいて、基準はよくわからないことになっていました。以上、帽子系住民で実験集でした。